大韓愛国党時代の労働共和党は、韓国の保守政党。稀に我が共和党とも表記される。2017年8月30日設立。2019年6月24日までの旧名は、大韓愛国党。朴槿惠の無罪釈放を主張し、韓国では、極右とみなされていた。2020年3月3日に保守系、泡沫政党との統合で自由共和党となり、消滅した。韓国では、朴槿惠元大統領を支持する人々が2017年4月に、セヌリ党を発足させたが、党内対立から超原進と、その支持者たちが、同年6月までに、相次いで、除名処分を受けた。これを受け、超原進や、巨坪、韓などが中心となって、同年8月30日に、新たな親朴派政党として、大韓愛国党が結成された。その後、大韓愛国党は2019年6月15日に、自由韓国党を離党した公文章と、親朴派新党の新共和党を結成する計画を明らかにし、同年6月24日に、超原進と公文章を共同代表とした上で党名を、ウリ共和党に変更した。だが、党運営の方法をめぐる対立から、公文章が親朴新党結成の計画を明らかにしたため、2020年2月10日に、ウリ共和党は、公文章を除名処分とした。2020年2月20日、ウリ共和党は、金文明元国会議員が率いる自由統一党と統合することで合意し、同年3月3日の自由共和党発足と同時に、消滅した。ウリ共和党は、朴槿惠の弾劾無効と、蔡順実ゲート事件の冤罪を主張する集会を、積極的に開催することで知られていた。また、ウリ共和党へ改名する過程に、朴槿惠が深く関わっていたことから、朴槿惠がウリ共和党を介して獄中から政治に関与する可能性を指摘されたこともあった。ありがとうございます。